ダメって時どうしたらいいのかわからない。ヒューガ市。お、なんかヒューガなんですか。そうそう、そこだね。あれ去年ってどんなだったの。去年あれさ、ケンニーさんがいて、あのチカさんも来て、みんなその辺の名残を感じてたくない。浅香優の話して。浅香優全てで OK。 長作ヒロミ、あのアイフルだかなんかの CM でしたね。全然知らなかった。ユダリエコっていうのがここのね、コッパなんだよ。ユダリエコがわかんないから。ユダリエコすげえ美人なんだよ。ユダリエコは、まあ、顔というよりは声だね。声も可愛い。あ、そうなの。美人だって、ね。じゃあ俺なんかつまみ頼みますよ。なんだよ。じゃあちょっと、じゃあ俺せっかくだから、じゃあネギ塩マグロください。ネギ塩マグロ。ポテトばかりに喋ってくる。ポテトばかりに来たね。いや、もう来たんだよ、次が。ありがてぇ。来た来た。俺も食べるから、じゃあちょっと応援しとくわ。いや、サイン食べましょうよ。次来ない。見越して応援しとく。いい色だな、マグロ。お、じゃあ、美味しそう。食べましょう。食べましょう。いい色だね。一回で終わり。いい色だね。あ、うまっ、これうまい。これめちゃくちゃうまい。ネギ塩マグロ超うまい。日本酒もね、こうね。今出すからね。うん。はい、これ入れて。おーい、お願いします。お、マスターが出してくれるんだ。はい、お願いします。はい、トップコインでちょっと入れてください。うん、いや、これ絶対日本酒に合うわ。乾杯的なやつ。乾杯しますか。じゃあ、うまっ。らして休みだな、これ。明日電気消すわ。寝るわ。